はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。三国志中さんですね。やっていきましょう。特に三国志とかであると思うんですけど、録画の開始時にね、結構ノイズ、雑音がガーンって入るのがあると思うんですけど、原因わかりません。急に入るようになりましたね。今からね、20パートぐらい前ぐらいから入る、まあ、20パート前ってだいぶ前ですけどね、なったような気がするんですけど、なぜかちょっとわかんないですね。じゃあちょっとやっていきましょうねと。さあ、チェックね。チェックしますよ。ん？龍家さん、あんたどこ行くの？あ、そっか、あんた行くとこないのか。あ、こっちから来るもんね。あ、そっか、龍家さん。じゃあ、ここ行っちゃおう。お任せを。で、あなた今度こっちね。で、カンデさんも決まってっから、カンデさん決まってるよね。決まってるね。あ、これはでもいい感じになってきたわ。チョータちゃんは？あ、制圧中だね。じゃあね、行きましょう。はいと。東平に建人を建築させて、これで安々と。言ったのは、あなただね。で、あなたは、今度こっちね。158日もあったら大丈夫でしょう。さあ、カンネさん頑張ってください。高中さんに、あ、建築ね。高中さん頑張ってください。かしこまった。全子、大事な、この読み方覚えきれないな、いつも。はい、龍剣勢が例の、制圧を開始しましたと。お、ちょっと待って。彼は？あ、とりあえず、こっちなんだね。難避。ああ、まあ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 。空中さんを配置できるでしょう。女性の、西南に起きる。あ、お願いします。かしこまりました。ちょっと待って。ちょっと待って。各園が、官僚が脱走しました。あら、始まっ、おお、6万か。いやいや、行きましょう。着手するぞ。これも私だね。このようにしてはどうかな。ね、そうだね、部隊配置。あ、もうこれ全員こっちだわ。ただ一人、彼だけこっち置こうか。で、戦術配置。迅速はいらないね。となるとね、巨言がいりますね、ここにね、置いて、当たる頃には、っていう感じで。迅速はこっちかな。で、役立つかどうかわからないけど、ここで。で、あとはこれを、こんなとこ来ないよね。うん、一応ここで、これをここかな。こんなもんだね。はい、よろしくどうぞ。リクソン、覚悟せよ。この、あ、エンタンさん、誰殺したっけ。誰か殺したんだね。延期さんでもやっつけちゃった、やっつけちゃったかな。ちょっと覚えてないですけど、まあ一級的になってから一気に来るんでしょうね。リクソンって言ってましたから、じゃあね、迎撃しちゃいましょうか。リクソンさん、じゃあね、この3人でね、彼タコ殴りしちゃいましょう。まずここ、ここ、あら？あら、ここに何も仕掛けてないわ。しまった。まあでもいいでしょう。で、彼ら、あらら、覗いて、彼らは、こっち目指しましょうか。で、戦が始まるでしょう。で、移動で、押さえて迅速。チョーンさん、ここで何、あ、広いね。できるかもしれない。
ゃあ行きましょう。はい、どうぞ。あ、帰ってった。となるとここだね。当たったね。長山の長支流押して参る。となるとね、あ、これ結構ちょっと使えないね。使えなくなっちゃうね。リクソンさんまだだね。リクソンさん囲むか。お任せください。で、これは何か使えますか。あ、家計か。そうだ、さて戻っていただくとし、皆さん家計なんだよね。これどう届くかい。届かないね。じゃあこっち行っちゃいましょうか。かしこまりました。で、迅速使っちゃいましょう。あ、違った、巨源人だった。しまったしまった、もったいないけど、まあいいか。ちょっと待ってくださいよ。強撃、あ、今向かってるね。強撃できるね。よいしょ、よっこいしょ。入った。さあ、いやー、今回もね、聞かせてくださいよ。ちっちゃいセリフはね、あの芝居さんのあのセリフ聞かせてくださいよ。太子寺が、あ、破壊ね、開始しましたよと。両方があんまり移動しないね、ちゃんと。あ、移動した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 よし、したね。じゃあ使っちゃいましょうか、天下無双ね。両方戦を恐れよ。あの張飛の万人力でした。あれ万人力でいいのかな。使っちゃおう。さて戻っていただくとし、あれも似たような感じなんですよね。その自分の周りの敵にという。おお、兵撃出たわ。あ、出なくなった。いや、どちらかというとこっち行っちゃいましょうよ。こっち行っちゃいましょう。うん、そっち行っちゃうと兵撃出るんでね。建人を建築しましょう。これでやすやすと。ちょっとお待ちくださいねと。はい、何流用様に手兵、ああ、言ってください。何回目だろう。手兵さんね、農業投資ね。で、あと人材だね。もうほんと人不足なので。お、養蜂さん、うってつけのものがおるではない。はい、どうぞ。承知したということで、張飛さん、まだ効果落ちないね。で、こっちは、はあ、そうね。あ、行ってる行ってる。これは落とせるね。となると、ちょっと難避の防衛に入りましょうか。かしこまった。兵糧は、あ、146日だったら足りますね。長太ちゃん、まだね。あ、落としてます。おお、逃げた。あ、まあ、落として、課題に向かいましょうか。ああ、でも、行もいいな。そうね、行に向かおうか。お任せあれ。うん、そうね、そうね。じゃあ再開しましょう。いやー、はいはい。あ、両方使えんじゃない。あ、添加物使えるね。使っちゃおう。両方戦を恐れよ。で、で、どうするの他の人。待機中でしょ、あなたたちは。あなたたちは攻撃しちゃうか。で、あなたはどちらかというと、ああ、そうだ。正体さんまだあれだもんね。お任せあれ。うん。いいですね。で、あっちは挟んでるんで、まあ、これでいいか。いやー、芝居さんのね、あの言葉が聞きたい。嫌だと言ったんだでしたっけ。お、長野さん、いや、あ、挟まれちゃった。
どうだろう。はい、どうぞ。建築ね。はい。かしこまった。あ、両方も1万2000まで減ったね。ああ、そうだ。これ、せっかくだから、中に戻してあげる方がいいんだよね。ああ。あ、調査破壊しましたね。どんどこどんどこ行ってください。僧侶さんだけがこの兵撃で出てるのがね、非常に残念なんですけど。ちょっとこっちまで行った。ああ、行けないか。ああ、行けないね。じゃあ、こっちを行っちゃいましょうか。兵撃入るでしょ。お任せあれ。で、これを、これをこっちに持っていきましょうか。行かないね。まあ、いっか。さあ、あとは、あっちは、あっち落としたね。ここまでか。行くぞ。それがしに続け。どうしちゃおう。総兵さんのところに向かってきてんね、これね。で、何における軍団が、おー、墓地終わりましたか。じゃあ、行きましょう。女性さんだね。じゃあ女性さん次どうするか。あ、こっちだね。かしこまりました。ここを建築していただきましょうと。あとは、あ、何、あ、宗妃さん来たんだね。あ、そうかそうか。うちの大将がやっつけるぞって言ったんだよね。で、あ、はい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 。おー、勝てるでしょこれはね。うん、さ、じゃあもう一回采配を再開ですね。あ、そうだ、実は今日はね、3月の2日なんですけど、もう春一番が終わったんですよね。あの花粉がねすごくてね、相手にかもさ、もう私もう目とね、くしゃみ、目がもう、目がもう涙でね、カピカピになってね。あとあれでしたね、本当に今こそ正気だ、俺に続け。あれでしたね。あ、こっちはもういいかな。こっち来ちゃおうか。あ、本陣いるね。カインさんか、間に合わないからこっち行っちゃおうか。うん、こっち行っちゃおう。どうせこっち来ても間に合わないからね。さあ、頑張ってください皆さんね。大使勢が行金庫、なんだろう、採用城塞の破壊を開始しましたと。あら、遅くなってるわ。ごめんなさい、なんか遅いなと思ったらね、あのスピードが遅かったですね。ここまでか。捕まえない、あ、壊滅だね。いけるかな、まだだね。もう一回転換ミスを使っちゃいましょうか。制圧開始ね。あ、いけるでしょ。両方戦を恐れよ。すべてはこの陸白猿の読み通りです。取っちゃったの。そうなのね。はい。わあ、気分計を掴まれちゃった。今こそ正気だ、俺に続け。あ、でも呂布さん全然大丈夫だね。さあ、迅速。我が計略、受けてみよう。さあ、もうあなたたちはこっち行っちゃう。お任せよ。こっちで、やあやあやあやってる間にね、もう本陣を抑えちゃいましょう。あ、城塞破壊しましたね。そのまま行っちゃってください。ハッカーにおける禁じ、ああ、はいはい、どうぞ。ありがとうございます。で、
お次は、はい、人材の登用ね。ああ、厳しいか。ダメなんだね。うん、あらら、ダメなんだね。厳しいか。あ、ダメ？あ、ダメか。じゃあ仕方がないですね。さあ、じゃあね、まあ、もう落ちるね。あ、諸葛亮が来てるね。来るもんね。まだ、まだ、あ、ここが落とせたんだね。さあ、じゃあどうしようかというところかな。兵糧がないで一回、官僚によりますか。難兵まだ 19,600 ね。もうちょっと欲しいですね。こっち終わる、もう終わるでしょ。1300だもんね。で、調達ちゃんまだ。いい感じですね。いい感じです。で、こういう感じね。はい、わかりました。じゃあ、采配再開で。入った。はいよ。もう一回両方使う？お、これをカウントしましたね。はい、両方さん行きましょうか。もう一回ね。両方戦を恐れよ。はい、退却を試みた遠艦隊はソフィオでの追撃を受け壊滅しました。おお、そうなのね。だが退却しようとしたんだね。あ、ケイを制圧しましたね。ということはこれはカンニーさんだね。心配さん、おお、心配さん捕まえれたかい。これ大きいわ。ちょっと待って、あ、しまった。あんたたち、ぼーっとしてたね。じゃあ、あとは、攻撃だね。希望系が来たけど、でも全然へっちゃらだね。全然へっちゃらですわ。どうなの？ちょっと待ってね、これは。挟めんじゃない？承知いたした。で、これも挟めんじゃない？行くぞ。そうだね、挟めだね。でね、ちょっと思ってるのが、あれかけ7使うのね。あなたは大かけが6か。で、使えんじゃない？風は悪くないね。この辺かな。よし、初めて家計使ったよ。この実況で多分初めてだよね。孫権軍の大使勢が京へ攻撃を開始しましたね。建築、どうだ、ちょっとこっち見て。おお、ダメ。いやいや、構わないんだけど。逃げない。いや、逃げて。かしこまりました。そうね。今こそ好機かかれ。あ、落としたのかな。ちょっとごめんなさい。あ、ほぼ落としたね。あ、これはいい感じね。ちょっとこっちが気になってね。もう燃えないかどうか。あ、早く、思ったより早く消えるんだね。よいしょ。じゃあ攻撃してください。かしこまりました。もうあとはこれまでですか。よし。移動中、芝居隊向けて待機中ね、あなたはね。じゃあ行っちゃいましょう。愚か者め。ちょっと待って。両方戦の軍略を見よう。はい、作っちゃいましょう。はいよ。あんまり減らせない。ああ、よかった。愚か者め。両方戦の軍略を見よう。両が増愛っていうとそれらしく聞こえちゃう。はいよ。
やー、やっぱ勢いってすごいね。建築ね、はい、校長さんね、はい、お願いします。かしこまった。はい、ははっ、ね、なんと、あ、そっち先かい。だから嫌だった。やっぱこのセリフ最高。いや、芝居さん仲間に欲しいな。まあ仲間にしちゃうとあのセリフなかなか聞けなくなっちゃうんですけど、いや本当あのセリフ大好きですね、芝居さんね。もうあのセリフでね、芝居さんあんまり好きじゃなかったんですけど、この13で芝居さん結構好きになりましたね。先行大地は両方かと。そうね、私は7位ですね。いや本当芝居さんのね、なんだろう、親近感湧くようなセリフね。いや芝居さんとかも人だったんだみたいなね、いう感じがしてすごくいいですね。で、じゃあこの辺で終わっておきましょう。ソビエトの三国志13ですね、終わっておきます。どうもありがとうございました。